つけ左から下手、まずは下手、いや上手になっています。小地入れようという錦木です。すくい投げ、錦木です。なんと若元春も敗れました。バーチャル行きましょうかね。はい、これはバーチャル解説です。10秒の相撲でした。スタートしてください。頭当たっていきましたね。左から押っつけていったんですけど、これは錦木力強いですね。本当にここまで押っつけられてるのに、ここをうまく取って錦木の右手を殺してるんですよね、はい、肩で、はい、でもここから攻められましたね。うまく錦木、今日は脇が甘い錦木が刺していきましたもんね、うん、ここがもう投げなんですけどね、もう先にねこの力強いね錦木が左刺してたんで、あとこれを返すだけですよね、うん、返したことによって若元春の状態がもっと軽くなって投げね、すくい投げになりましたけど、はい、いやこれは錦木が褒めてあげるべきの相撲じゃないですかね。立ち合いとしては若元春良かったんですけど、これ巻き返しというか、まわしを外れてからの攻めが良くなかったですね。ここは攻められた時に、はい、しのいで投げに行かずにね、うん、しのぐことできなかったですか。できます。早すぎました。捨て身の投げが早すぎました。あと投げで、うん、もう少しこう残りたいんですけど、ただ錦木がねここまで攻めてるんでね、やはり左手かな、左手の使い方が。そうですか。上手というより刺した方が良かったんじゃないですかね。まあこれは錦木を褒めてあげるべきの相撲ですね。はい、いやー若元春敗れました。中身を亀、まあ、前半で全勝力士、平幕の全勝2人が負け、そして後半に入っても大栄翔が敗れ、若元春も敗れるという、何か流れは横綱に向いてきているような、そんな雰囲気です。